よいしょ。このサイズに合わせたら蓋映らないやつか。どうだ。あ、ギリギリいける。でもさ、この場合さ、字幕がむずいんだよね。極力下がるか。はい、ということで今日もお出かけから帰ってきました。で、外がね、最近涼しくなってきたので今日は初めて公園に行ってきました。まあ公園といってもね、なおたなちゃんまだ歩くこととかができないので、あの、なんか遊具にちょっと乗ってちょっと動いたりとかね。遊具もほら、日差しが暑くない、日差しがカンカン照りじゃないから全然暑かったりとかしないので、ね、遊びやすかったです。で、あの、本当はね、動物園に行こうとしたんですけど閉まってたんだよね。あの、休園日だったので公園でちょっと遊んできました。ということで今日はお出かけの時の持ち物も紹介していきたいと思います。はい、お出かけの時の持ち物、こちらね、早速使ってます。カービィバトルディオパチュです。まずこちらカービィから。こちらのカービィの中にはまずはアトピタのクリーム入れてます。そして次はアトピタのローション。こっちの方がサラサラしてるから乾燥めっちゃしてるなって時に使いやすい。ね、100リね。急に100リ入れちゃったな。これはクリームタイプなのですごいしっとりします。そしてここに、こっち側に、あの、おせんべいをね、入れたりお菓子を入れてます。ちなみに、あの、今日食べたレストランで食べた食べかすが入ってます。なんかおせんべいがさ、入れたらさ割れちゃうんだよね。だからこういうね、アトピタね、乾燥するからね、な頭ねってな感じです。はい、次こちらワドゥーディの中、あ、じゃん、お尻拭きパーツ1枚使っちゃったのでおむつが入ってます。だいたいおむつは2、3枚くらいかな、いつも。まあ、お出かけの時間によるんですけど、ただの公園とか、あの、軽いお出かけとかだと2、3枚ですね。次、こちらアベイルのおパンチのポーチには、じゃん、これがですね、ちょうどこのペットボトルというか哺乳瓶を支えるやつがあるんですよ。これは使い方、これ以外に思い浮かばないんですけど、支えてくれるのでめっちゃ便利。なあたん哺乳瓶の口でしかまだ飲まないのでね、麦茶とミルクで分けてます。あとはぐんぐんのミルク、粉ミルクがいっぱい入ってて、あとは今日ね、離乳食食べなかったんだけど、なんかあった時の離乳食って感じです。これも洗います。よいしょ。こんな感じです。この3つにいつも入れて、あとは哺乳瓶ポーチをね、持ってくと哺乳瓶こういうのを飲んだけど、あと どこにあるっけな。あとはこのね、巾着袋を別で持ち歩いて、こう哺乳瓶をこういうふうに、だから飲んでる途中とか移動中とかはすぐにね、飲んでくれたりするとありがたいので、このまま引っ掛けてます。で、ぬいぐるみにもなるからねー、遊んでくれるんだよね、私とね、ねー、遊んでくれるんだよね。ぬいぐるみ兼おもちゃ兼ポーチね。麦茶、飲ませてる麦茶で、普通にコンビニとかで売ってる麦茶を飲みます。ベビー麦茶とかあげてたんですけど、
全然もういやーって飲まなくて、まあ、これもねあんまり好みじゃないんですけど、そんなにめっちゃ好きっていうほどでもないんですけど、あのこっちの方がねわりかし飲んでくれます。なんつうの、でさっきあげてたお菓子なんですけど、これベビーせんべい、これは永田めっちゃ好きです。これ前まであのハイハインとかもね食べてたんですけど、このねベビーあのリスナーさんからいただいて渡したらめっちゃ大好きで、やっぱ大きいせんべい食べてるのめっちゃ可愛いですよね。ねえ、永田好きなんだよね。はい、ということで皆さん参考になれたら嬉しいです。あのこれ持ってた方がいいよとか、これはないのっていうなコメント、ご意見ありましたら、あのぜひコメントで待っております。ね、あとベビーカーにはあのなんかシャンシャンのおもちゃがついてるんだよね。こんな感じでございます。では皆様今日も見てくださってありがとうございました。またねー。どうだった今日。今日はね、1歳5ヶ月のね、お友達と遊んだんだよね。宝塚の先輩とお会いしてね、楽しかったね。こうやってよしよしよしってされてたね、あとは、おぉ。よしよしよしってされてたね、お友達。何が気になるの？これ、あなたの飲み物。最近はあなたはぐんぐんだもんね。はいはい、卒業してね。買いました。これから仮眠して夜ご飯だね。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうね。バイバーイ。